今回は短くてインパクトのあるマジックです。まずはカードを弾いてストップをかけたこの1枚、このカードを見て覚えてください。OK ですね。覚えたら元に戻しておきます。そしたら今一番上にあるカード、クイーンですね、クラブのクイーン、このクラブのクイーンを先ほど覚えたカードの位置に戻します。だいたいこれぐらいの位置。そしてここから注目です。このカード、なんと弾いた瞬間に一瞬で選んだカードに変化してしまいます。こんにちは、ウェルです。さて、今回は初心者の方でもできるシンプルなマジックを紹介したいと思います。これまでいろんなマジック皆さん見てきたと思うんですけども、複雑な手順だったりとか変わったものとかたくさんありますが、やっぱり最終的にはこういった感じのシンプルなマジックっていうのが自分も使いやすいし、相手にも伝わりやすいし、使い勝手もいいしっていうところですごく重宝するんですね。ただシンプルなマジックっていうのはその分荒が目立ちやすいです。複雑な漢字を書くときよりも画数が少ない漢字を書くときの方がうまいか下手かって伝わりやすいですよね。なのでできるだけ丁寧に演じることを意識して練習してみてください。それでは解説どうぞ。それでは説明していきます。まずカードを弾いてストップと言われたところを見せます。今回の実演ではこのカードをパスを使って一番上にコントロールしていますが、パスを使わない場合であればダブルアンダーカットなどがいいと思います。一応初心者の方に向けた説明をすると、小指でこのように選んだカードのところに隙間を作ります。そして隙間よりも下のところを2段階に分けて一番上に持っていきます。前から隙間が見えないように注意しながら行ってください。詳しい説明は概要欄に載せておきます。一番上に持ってきた後は上から2枚のカードをダブルリフトでめくります。このめくり方も難しい方は概要欄の詳細解説を見るか、あるいはこういった感じにパラパラとめくって2枚のカードをカウントするのも大丈夫です。2枚のカードをめくった後はもう一度これをひっくり返すときに若干前に突き出してひっくり返します。そして1回目チラッと見せてからもう一度同じ動作を行います。で、2回目の動作の時にはこのダイヤの8、2枚目のカードを内側にスライドして倒します。ちょっと一旦これ止めます。このマジックにおいてわざわざこんな面倒くさい手法を使わなくても大丈夫なんですが、これをすることによってより一層錯覚が強く、特に今回のようなシンプルなマジックではダブルリフトイコール現象に直結するので、できるだけそこを強くカバーしてあげる必要があります。シンプルなマジックっていうのは特別なケアが必要なのを覚えておいてください。それでは続きをどうぞ。このようにカードを突き出した状態をキープして、これを真ん中に持っていきます。その後はこのカードを T の字で差し込んでおきます。最後にこのセンターラインに沿って中指を強く弾けばカードが半回転して変わったように見えます。この時に奥に差し込みすぎていると回転しないので注意してください。またテーブルとカードの距離が近すぎたり、あるいは離れすぎたりすると1回転以上してしまうので注意してください。だいたい理想的な距離としては上から15センチぐらい、叩く力にもよりますが、これぐらいが一番成功率が高いと思います。はい、変わったでしょうか。というわけで今回はシンプルなマジックを紹介させてもらいましたが、今から前回の動画のコメントに返信したいと思います。トップにあるこのコメントにします。これほど好きなのに有名になってほしくないチャンネルもあるまい、ということですね。気持ちすごいわかります。僕は例えばひっそりとこうコアなチャンネル、ゲームのチャンネルとか見てるときに、だん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 知名度が上がっていくと、なんか離れていくような気持ちがあって寂しいですよね。わかりますね。ただまあ僕のチャンネルはできるだけ皆さんと距離が離れないように、こういった感じのコミュニケーションを続けながらやっていきたいと思っているので、たくさんコメントもらえればなと思います。じゃあもう一個ぐらい取り上げます。動画の雰囲気マジで好きです。ありがとうございます。この動画の雰囲気はね、結構多分一番と言っていいほどこだわってるんじゃないかなと思います。今ねすごい太陽光が来てるんですけど、太陽光落ちてる瞬間って基本僕棒立ちしてるんで、カメラの前でずっとこうやって光が出るのを待ってるんですよ。なんでもそれぐらい光が今ダメだとか、なんかこの画角がダメだとか、なんかすごいこうそういう雰囲気のところはかなりこだわってるので、こういう風なコメントもすごく嬉しいです。じゃあこの辺にしたいと思います。コメントありがとうございました。それでは